今日はですね、神宮皇后旗に入る前にですね、この題名にありますように速報、釜石千住寺の天智天皇陵は国有地だったという、このお話ちょっと臨時に入れさせていただきます。今週の月曜日にですね、茨城県から来た神宮皇后旗を読む会の一員がですね、あちこち回りたいということで飯塚の歴史資料館に行こうとしたんですが臨時休業で、それで宇間宮神社から、降りる途中でですね、どこ行こうかって考えて、あ、天智天皇陵行きますってことで行ったんですね。そしたら、千住寺のご住職と、藤井さんとお会いすることができましてですね、それでいろいろとお話をしているうちに、この、これから出てきます、皆さん今日お持ちしましたその地図をいただいてですね、なんとその花保群子に書かれた天智天皇陵は財務省の雑種地管轄なんですよ。後でもう一回見ましょう。はい、じゃあ参りますね。で、私は河原町の郷土史会の方で、柿の本の人窓は再蔵書に眠るという、万葉集とそれから日本書紀の歴史を紐解いてですね、こういう結論を出してしまったわけですね。でその柿の本の人窓が、天智天皇がですね、玄界灘で折幡神社にある岬の突端から受水自殺を遊ばして、で何日か経って、人種の乱は天武天皇大天皇皇子の勝利に終わるんですが、その後に天智天皇の遺骸がその折幡神社の多分沖の小島に上がったんですね。そのことを柿の本の人窓がですね、こういう万葉集の中でこれ読んでたんですね。さぬきのさみねの島に石柱のしびとを見、柿の本の遊び人窓の作る歌一首っていうのがあるんですよ。で玉もよしさぬきの国はってこう始まるんですがね、でそこにただ大事な要素としてイサナトリ海という、これまたこう恩河湾を指してイサナトリ大海という歌が、あれは153万でしたかね。そこにあって、なおかその島にコロフス君、コロフス君、自ら伏せる君というような字が書いてありますね。それをコロフス君って呼んであります。でそれに繁華が2種あります。でこれを長々読んでいっても時間がありませんので、もうさーっと訳だけ読んでいきましょう。もが美しい讃岐の国は風光明媚な土地柄、見れども見れども秋が来ない、神々しい風格が備わっていて、天地も実月も尊く満ち足りている、神のように美しい顔を備えている、その中の港から船を浮かべて漕いでやってきた、人丸さんが自ら漕いでんですよね。すると時ならる風が雲の浮かぶあたりから吹いてきた、沖の方を見ると波がうねり立ち、岸辺には白波が騒ぎ立っている、そのいさな鳥恐ろしい海を火事が折れんばかりに船を漕ぎ進める。人丸さん一生懸命自分で船漕いでるんです。あちこちに多くの島が浮かんでいるが、霊妙な名を持つサミネの島の荒磯に漕ぎつけてみた、すると波音が激しい浜辺に真っ白な石を枕にして、その荒れとこに横たわっている君がいるではないか、この君の家が分かっていれば行って告げ知らせもしように、妻が知ればやってきて声をかけようものを、がここに来る道も知らない妻はぼんやりと待ちに待っているだろうな、愛しい妻は。繁華ですね。この人の妻が一緒にいれば摘み取って一緒に食べただろうに、サミの山の野の嫁名、ああその嫁名の季節も過ぎてしまっているではないか、沖の波が打ち寄せてくる荒い層枕として寝ていらっしゃる君かな、君なんですね。島の荒い層に
横たわってる水死体ですね。どう考えてもこれ天智天皇に思えたんですよ。で、受水なさった船底の水死体が上がった。人麻呂は現地に急行し、その遺骸を目にした。が、船底の皆を歌い、その崩御を悼むことはままならない。もう天武天皇の天下です。家中にイサナトリ海、コロフス君とあるのは、玄界灘の小島の荒磯に打ち上げられた天智天皇の変わり果てたお姿を歌ったものと解される。それでも天武朝日本国にあって、その場所を明確には歌えない。してみると、大師のサヌキのサミネの島は精一杯のカムフラージュであったと思われる。人麻呂は結局天智天皇の晩歌を読んでいた。通説では人麻呂は天皇の晩歌を読んでいないことになっている。どの万葉集を見てもそうです。柿本の人麻呂は天皇の晩歌を読んでいない。これが大方の万葉学者の意見でございますが、これが本当に天智天皇の水死体が上がったと読んだ歌であれば、人麻呂は間違いなく御主君天智天皇の晩歌を読んでいますね。さあ、これも、人種の乱なんかでいつも紹介しています。はい、折幡神社にあります靴塚です。ただ竹志内の宿根になっています。でも竹志内の宿根の墓は実際には高良大社の奥宮にあります。だこれはどう考えても天智天皇の靴塚ではないかと思われるんですね。これがその折幡神社の岬の突端から撮った写真です。多分この辺りの小島に天智天皇の遺骸が浮かんだのかもしれませんね。人丸さんはだからここに小舟で自身で自ら漕いで一生懸命に漕いでここら辺りの島に行って、まさしくコロフス君、かつてのご主君の水死体を見たわけでございますね。私にはそう思われたわけです。今の写真先生が撮った、これ私が撮った、撮った、それこれですよ、これ俺が出てきたから、うん、みんな夜撮りましたね、見えました、あの木がいっぱい入って分かる、最後まで行ったら見えます。あ、そうですか。ギリギリまで行けば見えます。うん、落ちない程度にはい、いや、あそこね、海が見たらなかなか見えるんですよ。あの岬を本当にあのね、あの自然林みたいなところをね、あ、じゃあ神社から何下に降りて、いやいや、岬の突端まで歩くんですよ、細い道を。あ、そうです。やぶをかき分けるようにして、うん、そしたらここへたどり着くんです。これ私の貴重な写真です、ね、はい、これもそうです、これもそうです、これみんな自分で撮ったやつです、はい。さあ、それで船底の亡骸をそのままにできなかった人麻呂は、天智の大七王子の四季の御子などを頼って、四季の御子を従って飯塚中心に、まあ、ある程度の領地をもらってですね、天武朝に、まあ、生き延びた御子さんなんですね、を頼って、これは推測です、土への埋葬を朝廷、もちろん天武朝ですよ、朝廷に願い出たのではないか。そう考えた時に、加保郡に天智天皇陵が存在する、千住寺、住職さんにお会いしたら千住寺って短くなかったんですね、千住寺っておっしゃるんですよ、うん、伸ばされるんですね、わざわざね。で、九種、ここがすごいですよ、九種天智帝の尊陵、御事の陵、また千住寺にあり。で、中略は後でまた出てきます。村中に、千住寺あり、ここにおいて村の名とす、本尊千手観音なり、この寺、三観にありて観山なる地なり、そのそばに石塔あり、里人は天智天皇の陵なりという。天智天皇の御子に釜の氷を賜りし断り、これが四季の御子でしょうかね、あるいはまた別の御子でしょうかね。その人、天皇の法事たもうの地にこれを建てたもうという。
しかれども凡事などなお定かに見ゆ、さのみ久しき者にはあらず、いかなる人の墓前にはいぶかしと家保軍師に書いてあります。これはもともとは貝原越見が、記した豊国紀行か、あるいは俗筑前の国不動記の中の文章です。で、彼は凡事が割と新しかったんで、いぶかしと、まあ、こういうふうに結論付けたわけですね。ところが明治版家保軍師というのがありまして、維新以前はこの塔の横にあたる道路には牛馬の通行禁止、およそ 2,3 丁前より左にあたり替え道を作り、牛馬はこれを通行せりと、明治維新まで天智天皇陵として牛馬を通さなかったっていうんですね。鎌の里人はここまでこの三捧を大事にしてたんですね。千住寺の、天智天皇陵の伝承に気づくと、またも人丸の歌に次を見出したということで、これも私が万葉集の中から抜き出したものですね。はい、これです。大君は神にしませば、牧の立つ荒山中に海なりするかも。これ私の神訓です。今までの万葉集にはこういう訓してありません。海をなすかもって呼んであります。これ私は海なりと呼んで、海なりするかもと、家内とともに、いやこれ海なりでしょうと、まあ、こういう結論に至ったんですね。で、ここにこう訳しました。海なりするかもと、天智天皇は神でいらっしゃるから、あるいは神におなりになったからでもいいです。つまり亡くなられたということですね。牧野茂る人気のない山中にお眠りになっても、天皇のご最後、結局玄界なたに受水自殺でしたね、ご最後を思うと山中に海なりのすることだなという、これが私の万葉集に対する、241番歌に対するほんのちょっとです。ほんのちょっとの読み替えと、ほんのちょっとの解釈。いや、最初これ海なりと読んだ瞬間に、なんで山の中で海なりするんだと、いや意味が一切分かんなかったんですよ。それ先生じゃない、普通の解釈はどんな解釈？いや、だから大きいは このままここまで、ここまで、ここまでは一緒なんですよ。で、天智天皇じゃないんですよ、ただ天皇はで始まるんですよ、大きみはで、うん、うん、お眠りになって、そして山中に、山中に海をなすことだなって解釈するんです。海をなす、いやだから山を海にするっちゅうんですよ。その神がね、神となられた大君がね、山をそのまま海にしてしまうことだなっちゅうんです。それも分かんなかったんですよ。分からなかったんですよ。それでこれは海なりって読めるよねって考えて、こう考えてもなんで山の中に海なりがするんだってことは分かんなかったんですよ。それでこの鎌の千住寺の天智天皇陵家保軍師から見出した途端に、ずっと柿の元の人間の歌研究しよったから、あ、これさっきのさぬきのサミネが島の歌と合わせると、玄界灘から天智天皇の遺骸を納めてきた人間さんが時の天武町に願い出て、とにかく土の中に眠らせてほしいと願い出て、この鎌の山中まで遺骸を運んできて、そこにお埋め申し上げたんだと。それで、人丸さんはずっとそのことを知ってるから、天皇のご最後のことを、様子を知ってるから、あ、じゃあそこで天皇のご最後を思うと、天智天皇のご最後を思うと、今このお眠りになってる山の中にその帝と関係して、海なりのすることだなと歌で、やっと落ち着いたんですよ、二十数年かけて。